公益財団法人東京大学新聞社は東京大学の学生新聞である東京大学新聞を発行する公益財団法人元文部科学省所管記事の執筆編集はすべて現役東大生東大院生の手で行われている前身の帝国大学新聞は1920年12月25日に創刊。1944年に 京都帝国大学新聞と合併し、大学新聞と解題1946年には4月に学園新聞を分離した後、5月に題名を帝国大学新聞に戻し、1947年10月に東京大学新聞となるが、1948年末に同新聞は休館となってしまう。現在の東京大学新聞の直接の母体は、 1949年に創刊された東京大学学生新聞。その後1957年に題名を東京大学新聞と改め、以後現在に至るまで発行を続けている。なお、文部科学省への届け出では、設立日は1946年11月15日。その後、2011年4月1日に公益財団法人に移行。 2021年4月より長らく続いた週刊から月刊へ発行形態を変更した。長らく週刊誌であったが2021年4月から原則として月1回発行となっており通常号は一部500円。誰でも購読でき1号のみ郵送で取り寄せることも可能。毎年秋には東大教員や現役東大生による科目ごとの 勉強法アドバイスを記載した受験生特集号。春には前期日程試験の合格発表に合わせ合格記念号を発行している。なお、同じく東京大学の学生新聞である東大新報とは全く関係はない。2014年に始まったウェブ版。紙面記事の一部とオンラインの独自記事を掲載している。年1回。 前年の東京大学新聞の記事をまとめた東京大学新聞年間を発行している。東大を目指す受験生や東大生向けに独自のムックボーン東大 20XX を毎年7月末に発行している。ありがとうございます。